どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆきです。今日はですね、B 本舗さんの方で購入したカードをご紹介したいと思っております。家に帰って気づいたんですけど、買ってるカードは全部初期のカードになっております。気づいたらですね、今回みたいに初期カードばっかり買ってるってことが多々ありますので、初期カード好きの方は必見の動画になっております。それでは、行ってみましょう。それでは1枚目はこちら。異次元の戦士になっております。お値段180円ですね。安い。値段は180円なんですけど、状態結構いいんですよね。ちょっと右上が折れてるんですけど、それ以外は全然許容範囲内の状態かなと思って買ってきました。で、これ僕ものすごく思い出のあるカードになってて、ちっちゃい頃ですね、初めてスーパーレア以上のカードを当てたのがこの異次元の戦士だったんですよね。それが180円で買えるっていうのはちょっと衝撃ですね。いやーかっこいいな。これですね、背景の青色がめちゃめちゃかっこいいんですよ。単色の青じゃないんですけど、なんかこうキャラクターの名前通り異次元感が出てですね、かっこいいんですよ。これは100円台はめちゃめちゃありじゃないかなと思いますね。結構ショップに10枚ぐらい在庫があったんですけど、ショーケースの中に。高いのはですね、1000円超えだったんですが、この180円が一番安かったんで、特価品のこいつをですね、迎え入れてきました。いや、いいね。これで180円台は全然、ありよりのありですね。お次がこちら。発光の美少女になっております。お値段こちらも180円。安い。このカードもですね、100円台にしては状態綺麗な方だと思うんですよね。でついにこのカード3枚揃ったんですけど、今までで一番安く手に入れることができました。今までですね、400円とか500円で買ってたカードなんですけど、いやついに100円台で手に入れることができました。やっぱ B 本舗さんは値段がかなり良心的だなと個人的に思いますね。いや、いいね。まだ作ってはないんですけど、初期カードだけのファイルをですね、作ろうと思ってて、それにですね、3枚ずつ並べたいんで、ようやく3枚揃ったという感じですね。この初期カードっぽさがたまらんですね。お次がこちら。EX 版のブルーアイズですね。お値段280円になっております。しかもなんと同じ値段で3枚買ってきました。めちゃめちゃお得ですね。状態はですね、3枚とも同じぐらいの感じですかね。ちょこっと傷はあるかなというとこなんですけど、まあ280円であれば全然 OK ですね。で、しかも1枚ですね。スタジオダイス版が転がっておりました。あんまり値段には影響ないんですかね、スタジオ版かどうかってですね。なんか見つけるとちょっとお得感というかラッキー感があって好きなんですけどね。最近はですね、僕が行くショップではブラックマジシャンの EX 版よりもですね、ブルーアイズのこの EX 版の在庫が多いお店が多くてですね、ブラックマジシャンと合わせて無限回収中なのでめちゃめちゃ嬉しいですね。500円以下であればですね、なるべく買うようにはしているカードになっております。相変わらずこの寝違いというのは首の角度がたまらんですね。お次のカードがこちら。デビルズは380円になっております。で、こいつがですね、お値段ちょっと上がって100円プラスで480円の分も落ちてたんで2枚とも買ってきました。まあそらそうでしょうけど、お値段が上がるとですね、だいぶ状態がいいですね。100円上がるだけで、こっちがですね、480円の方で、こっちが380円の方なんですよ。100円でこれだけ違いがあればですね、多少高くてもですね、お値段が高い方を買った方が満足できるのかなといったところですね。地味にですね、デビルズは欲しかったんですけど、初ゲットになります。今までですね、どこのお店もまあ1000円ぐらい出せば買えるかなみたいなカードで、まあ、安いと700円、800円ぐらいで見つけてたんですけど、どうせならワンコイン以下で買いたいじゃないですか。ずーっと狙ってたらですね、B 本舗さんで在庫がありましたので買ってきました。いや、こいつをゲットするとですね、メタルデビルゾアが欲しくなるんですよね。まあ、買えなくはないんですけど、どうせならですね、特価品で超お得にゲットしたいので、タイミングを見ながらですね、ゲットしたいなと思っております。まあ、個人的にはメタルデビルゾアよりもこのメタルになってないデビルゾアの方がイラストは好きですね。うん、なんか見た目もこっちの方が強そうな気がするんですけどね。めちゃめちゃかっこいい。はい、お次のカードが最後になっております。ラストを飾るのがこちら。僕の大好きな二人三脚ゾンビになっております。しかもお値段なんと580円という超破格の値段でゲットできました。お値段が500円台なので、他に持っているカードに比べると、まあ、ちょっとやっぱ状態は悪いんですけど、こいつを500円台でゲットできるっていうところがですね、もう味噌になってるんですよ。めちゃめちゃ安くないですか？しかも相変わらずデザインが神ですね。初期カードの中でも大好きなカードベスト5には個人的にランクインするんですよね。二人三脚ゾンビ。
これでようやく3枚目ですね。ファイルで並べることができるようになりました。めちゃめちゃ嬉しいな。しかもこのうるしくっていうところがですね、また、かっこいいよな。たまらんね。他のうるしくのカードはですね、まだあんまり集まってないので、特化品で見つけたらですね、なるべく優先度を高めに買いたいなと思っているカードになっております。いや、たまらんね。最近のプリシクとか、ニゴレアもいいけど、やっぱ初期カードが一番好きかな、個人的には。たまらんですね。かっこよすぎる。はい、以上がですね、B 本舗さんの方で購入してきた初期カードたちになっております。いや、めちゃめちゃ良くない？これもうたまらんね。早くですね、途中で申し上げた初期カードだけをですね、まとめたファイルを作りたいなと思っておりますので、いい感じにですね、進んだら皆さんにもご紹介できたらと思っておりますので、楽しみに待っていただければと思っております。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。